小谷がボールを受けて山田陸、もう一度小谷、さあ前を向いた、白石にボールが渡ります。ファーサイドを呼んでいた、長いシュート、藤沼が決めた。ブルージャー森岡45分に決めました。ここで勝ち越し点、長い飛び出したんですが届かず、藤沼冷静にゴールに流し込みました。さあ先ほどのシーンですが、白石も贅沢なクロス、よくトラップして藤沼冷静にゴール流し込みました。